ロハ、ちょうちんことその千秋です。今日は愛に来てキレッキレの髪の毛を可愛くショートカットにしてもらいに来ました。髪の毛が全然ね決まらなくてテンション上がらなかったのでちょっとウキウキしてます。久しぶりのショートカット。濡れたらやばいよね。ちょっと悲しくなってきてる。そう、悲しいんだよ。わかるね。いやでもね、ドライヤー早く乾くけどね。あね、もっと乾くよね。はい。はい。そんなに髪長くないのに。ちなみに前来ただけで全然短いから。いや知ってるよ、写真見て思ってるよ。もう最近ちょっと太ったからまた痩せるきっかけになるわ。全然太ってる。いや、太ったの。一回痩せてから走れるようになった。走れるようになった。今ちょっとずつだけど。足ランナー膝って言われる毛が。まあランナーって言うよ。そうだよね。そうだからさ、結んでなんか出てくる量が左の方がめちゃめちゃ多くて、どうやってまとめればいいんだよみたいな。めっちゃ邪魔だった。顔ちっちゃくなったから、頭ちっちゃくなったから、今まで持ってたヘアバンドがすげえ緩いの。そうだからないの、止めること。困った。妹に絶対幼くなるよって言われた。もう濃いけどね、別に。まあ、多いじゃん。ねえ、ちょっと多いよね。ちょっとめっちゃ多いか。しかも大地さんフォローしてるとさ、ちょっとめっちゃ出てくるじゃん。髪明るくなったね。逆に自分のカラスの紐がなくてもめっちゃ出てくる。ちょっとにも見えるけど、ね、ワンちゃん。この時点でそっかだいぶ切ったよ。なんか俺映ってたなんかめちゃガサイのいい人。え、ガサイいいでしょ。ガサイいいよ。大丈夫、優勝だけどなって切ってもらいたいと思わせたやつ。むしろガサイになってるのか怖いな。やだ。ガサイいい美容師ってそこまでいない気する。あんまいなくない。はい、めちゃめちゃショートになりました。イメちゃんです。来てくれた。ここはアイエイエイエイの大地さんに来ていただきました。ありがとうございます。今日はうわすごい全然違うイメチェンの動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバーイ。